まあ、非常に正確に体の動きを取ることができる、うん、モーションキャプチャーというデータを取らせていただきました、はい、でそれと同時に、はい、まあ、普通のカメラとそれと深度センサーといってですね、はい、各ピクセルの実際に映っているものの奥行きまで分かるカメラ、まあ、こういうものを同時に撮らせていただいたんですね。で今回非常に精度のいいデータで、しかも世界一のトップランナーの非常に複雑な動きというのを撮らせていただいて、でそれをですね本当に正確にマーカーなしで、うん、推定できるのかというね、人工知能を使って推定できるのか、はい、これ非常に大きなチャレンジなので、それをですねこれから取り組ませていただきたいと思います。自分の踊りがこう分析されてる、なんか後半は逆にこうバトルになってるんですよ、ね、このデータでデータに映らないものをこう表現したいと、でやっていくとやっぱりこうその動きがなかなか取れないとかもあったので、そこをこう駆使して型を使ったりとか、ね、いろいろやらせてもらいましたけど、いや本当に我々のこのセットアップっていうのは一人の、人を撮るには非常に贅沢なセットアップになってるんですよ。360度囲われてましたからね。そうなんですよ、18台今ねカメラを、いいカメラを使ってるんですけど、ね、それでマーカーが落ちるはずがないと思ってたんですけど、やっぱりちょっと落ちるんで、これは要するに非人間的なですね、人間を超越した動きをカイトさんがされているであろうと。我々の第一義にはですね、ここスマートライフケア競争工房っていうところで、まずはですねライフケアに役立てたいっていうのがあるんですよね、はい、共通になりそうな姿勢を取った時にそれは危ないって言ってあげるとかね、はい、まあ、実はそういう研究もしてるんですけど、我々のやっぱりこう姿勢をカメラだけでマーカーなしで撮っていけるっていうのは非常にいろいろ役に立つ展開があるんですね。で第一義にはそのライフケアなんですけれども、はい、まあ、でもこういう技術っていうのはいろんなところに応用できるので、まあ、例えばもう本当にエンターテインメントのカイトさんの領域で、きっと今日もなんかいろいろお考えに感じ、いや感じましたよ、なんか使っていただけそうですよね、はいはい、僕らは無理してこうねじったりとかいろいろしてますし、でやっぱりその今までなかった動きを求めてやってるので、そういう意味では体に負担がかかったり怪我にもつながってくるんですけど、そうするとやっぱり年齢をどんどん重ねていくうちにこう歩けなくなったり痛くなったりっていうのが出てくるときに、こういうデータがあると何かしらでこうサポートできるのかもしれないという。そうですよね、はい、生活リハビリ的な観点とか、それから本格的なリハビリの観点とか、はい、医学的な両方あると思うんで、はい、まあ、いろんな技術が、ね、うん、役に立つが来るかもしれない。これは嬉しいことですよね、はい、それからあとスポーツですよね、来年オリンピックがありますけど、スポーツ領域とかいろんなところで使える広がりはあるというふうに思います。